里崎チャンネル。どっ。こんにちは。パブロー。パブロの日。ということで、今日はやっと来ましたここまで。はい。セクション4。でセクション4で一旦その選手が出来上がるってことですよね。そうですね。はい、今までの努力が報われるかどうか。うん、はい。ちなみに彼女もできたし。そうですね。でレギュラーにもなれたし。はい。なんか聞くところによると、うん、レギュラーなれないパターンもあるらしいですね。あ、そんなこともあるんですか。だから僕ら、はい、ギリでしたね。ギリ、ね、前回の動画見ていただいて、最後の最後に監督にちょっとアピールしに行ったんですよね。あれ今思ったらやばかったっすね、うん、あれなかったら多分じゃあレギュラーじゃなかったかもしれない、うん、だから代打とかだったりとか、はい、うわギリせーだから、はい、途中で監督の評価上げた方がいいですよっていうコマンドがアドバイス出て良かったっすね、はい、でそうですね、だから何気にあの聞かなきゃいけないですね話で読み流しちゃダメなんですよ、うん、そうじゃないと、はい、あの言っちゃいますね。そうですね。いやでも佐藤さんなんでやっぱ4番にしたかったな。8番って8番アマチュア時代8番、はい、打ったことないですけどね。さすがです。でもねこれからもっと上がっていく可能性も上げましょう上げましょうありますよね、はい、スタート。でも体力半分ぐらいしかないからデートしておきます。あ、デートでも体力上がるのか。じゃあもう最初にここでちゃんとデートしましょう、うん、どっか遊びに行かない。どこ行くんだ。遊園地。お化け屋敷だって、いいね。途中で痛いちょっとルートにどこにお化けがいたかメモってるらしい。真面目こぶれちゃん。もう一回言ってる。全部分かってるから大丈夫って。ストーリーがユニーク。この体力上がった。筋力じゃあ練習しましょう。走塁にこれついてます。走塁ちょっとやってきます。まあやりますね。スカウトもいます。スカウトもいいですね。スカウト評価低いですもん。だってまだ本当だ。ちょっとやっておきましょう。監督の評価はめっちゃ低くてスカウトとだけが高かったら試合出れなくてもスカウトされるのかな。いけるんですかね、うん、ちょっとじゃあさ俺の総理で評価上がらへんやん。監督がいるとこ行きたいですね。あ、いた。あれ行こうかな。そうだね、これ監督の評価が上がるともっと打順上がるのかな。怪我率22だったら大丈夫。大丈夫でしょ。22ぐらいじゃ。じゃあ2いきましょう。あ疲れてる。じゃあこれやってみます、ね、そうそうやってもらいます。まだまだ練習します、うん、人が多いとこ行ったらだっていいんですもんね。そうですね。あなんか光ってますよ。あ本当だ。筋力が光ってる、うん、スペシャルタッグトレーニング。あもう疲れてません。最近よく疲れるの。まあ体力半分くらいあるのに、うん、練習行ってみる。どんなもんか。37だけがちょっとこれ危ないですね。やめておきましょう。休むでいいんです。ここはもう積極的に一人で遊ぶぐらいなら、うん、あれえかっこいいと思わないって言われてるよ。ちょっと女の子みんな同じ髪型してる。もう付き合ってる子がいるのよってねえ、ここね。え13も上がったっす。本当だ。練習。あ、守備のとこについてる。あ、いっぱいいる。どうぞ。コツを教えてあげる。なんだ。パワーヒッターのコツをかなり掴む。じゃあもっともっと練習しましょう。うん、打撃のところに。うん。北条。さあまだまだ練習しますよ。すね、肩を上げときます。守備のところがでも光ってますよ。光ってますね。うん、じゃあ行きましょう。はい、集合して。なんか発表するか。メンバー。あ、あなたは。あなたは。八番キャッチャー。変わらず。変わらず。打順上がんないな。結構練習してるけどね。うん、打撃も結構いってますけどね。うん、俺八番とか打ったことないんだけどね。まだあのアマチュアの時は、はい、1回戦で1回戦自分の打席の打席のみプレイにします。ちょっと能力上げておかないと。ありましょう。さあ試合、操作大丈夫かな。これ1回戦で負けることあるんですかね。それはあるんじゃないですか。緊張するよ。
お、来た。お、チャンスチャンス。ワンアウト1、3塁。これはもう、いか、いっとかないと。ちょっとあの、犠牲フライぐらい打ちたいですね。おそれ、振り遅れてるよ。遅れてる。よっしゃ、いいんじゃない、いいじゃない。タイムリー、タイムリー、先生、打点、打点入った、打点、よっしゃ。これ2回、勝ったら2回戦とかもある。もちろんもちろんもちろん、だって甲子園目指してるから。これそうですよね、打順上がるから、夏の大会だから。来た、あ、ワンナイト、チャンス、チャンスメイク、チャンスメイク。そうそう、塁に出ることが大事だ。え、よっしゃ。っ、あ、ショートライナー。ダメだった。お、ノーアウト1、2塁。チャンス。打つぞ。遅い、遅い、遅い。遅い。え、よっしゃ。タイムリー。あ、開けた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 。高松さん、画面連打した方がそう走るんですよ。あ、そうですね、ランナーがちょっと速くなるんですよ。そうなんですか。あ、はい、そう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 、打った後ね。知らなかった。満塁、満塁。お、どうなん、あー、ファール、惜しい、惜しい。クソボール、クソボール、クソボール。ランナーいないです、ランナーいないです。いなかった。お、2対0、2対0。あ、勝った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 。しかも2打点だからね。よっしゃ。あ、でも里崎くんのおかげで勝ちました、ね、そうとも言う。あとピッチャー頑張ったね。そうですね、完封だもんね。完封、すごい。4打数3安打。え、監督の評価もスカウトもめっちゃ上がりましたよ。それ上がるでしょ、活躍してんのに上がってくれなきゃね。やった。お、いい。さあ、練習しましょう。怪我率17、12。じゃあスカウトいるとこでいいですか。はいはい、アピールしね。どんどん上げていこう。もうでもそうそう休んだ方がいいんですか。そうですね、うん、え、デートと休むどっちにしますか。デートちょっと、でもめっちゃ体力ないですからね、もう。あ、そっか、じゃあちょっと休んどきますね、うん、随分と古い練習だ。本当にこれでいいのか。それはもうこんなこと言われたら挑んじゃいましょう。もうそうですね、はい、もう練習しましょう。結構上がりましたね。決勝、決勝まで勝ち進んだ、一気に。すごい。じゃあ自分たち、ちょっとドキドキしちゃう、どうしよう。能力上げておきましょう。上げれるやつだけ、はい、上げましょう。決勝ですよ、決勝。緊張する。私が緊張する、これ。さあ、あ、ね、打順6番やってる。本当だ、上がってる、上がってる、上がってる。ノーアウト、チャンスメイク、チャンスメイク。頭の上、あー、1点取られた、先制されてる、先制された。勝つぞ、俺が打つ。あ、フォーク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 。あ、ダメだ、ダメだ。ツーアウト2塁。ここ、ここ、守りしよう、守りしよう。マジで、もう緊張して、緊張して。えい、あ、じゃあ、顔、遅いな、ダメ今の。今めっちゃ速かった、ストレート。ボールかと思った。高め、バックスストレート、外れてボール。見逃した、見逃した。投げました。もう緊張で指が。ストレート、ストレート、カーブで緩急でやられてるやん。素人かっていうぐらいの今空振りしたよ、今。もう今もう本当にやられました。よく分かんなくなっちゃった、もう。いやー。ああ、2対0。あ、もう普通はここも、ここの、ここだ、もう一点差だ、ここは絶対打たなきゃいけない。ホームランってどうやったら、あ、強振、いや、強振するほどレベルないでしょ。ちょっと早いよ、早いよ、ちょっとピッチャーテンポが。よし、おー、どうなん、どうなん。あー、サードフライ。くー、
みたいな。あ、延長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 、あ、あ、10回裏1対0で負けてて、ワンアウト1塁、これ打たないと負けちゃうよ。これにかかってるな、うん。チャンスメイク？自走したかと思ったけど。チャンスメイク？からの？からの？負けた。負けたー。チャンスメイクしたの。ストレートストレートカーブでもこんなもん。もうこんな三振してたもん今も。よく分かんない。ボール全然来てなかったで。もう早く振っちゃった。はあやられた。でもいい試合だったんじゃないですか。2安打打ったもん。うん、監督のスカウトの評価も結構上がりましたよ。負けたか。ああ甲子園行けなかったんだ。そして次には流れドラフト。ドラフト始まったよ。え、これでプロに行けちゃうこともあるってことですよね。かかればね。1位指名から順に発表されます。1位の発表です。いや、これもさっきのあの子とか言ってんじゃない。まあ1位はないですよね、それね。2位、俺2位だからね、リアル。あ、そっか、呼ばれない。ちょっとサボさんよりダメだったから。3位、はい、いや、まだ来ないですかね。てん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 、中継終わり。ラジオでここからここから。テレビだとね、うん、リアルだな。4位まだ、5位。おおされてるやん、ドラフト5位で、うん、呼ばれた。呼ばれたやん。サダさん5位指名でプロになりましたよ。本当だね。幕を閉じた。厳しい戦いがこれから始まるだろう。新庄さん、あ、これで育成完了だ。そうですね、だから能力アップですね。能力アップ、あともうできることまで。じゃあもうパワーミート。総力、じゃあもうこれもないか。ないですね。そうですね、はい、俊敏と技術だけがめっちゃ余ったっすね。はいまあでもこれこんなもんですもんね。はい、うん、じゃあ育成完了。完了、はい。おお。ランク D D だ。え、これ A とかにもなれる。そうなれるんじゃない。だって C もあるから、ね、この期間で。うん、え、同じことしてそんなに A とかなれるんですか。だからキャッチャー調子安定パワーヒッター広角打法チャンスボールチョイス。どうですか佐藤さん的に。うん、まあ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 、よく頑張ったんちゃう。でも高校の俺だったらこんなもんじゃないそうですね、そっかっと見てるからそう、確かに、うん、高校の俺だとそんな感じじゃない。高校の佐藤さんとしたらじゃあ、うんうん、いい感じってことですね、うん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 、面白い。自己ベスト更新、まあそう1回目ですよね、うん、最初ですからね。2404点、これは高いのかな。どうなんでしょうね、うん、次も一緒にサクセスやろうぜってやってます、ね、アドバイスだよって。お、スペシャルタッグ練習の回数が少なかったねって。結構やったと思ったのに。だからやっぱ人がいっぱいいるところで練習しないといけないんですから。そうですね、スペシャルタッグは練習効率が高いから狙ってみよう。なるほど、優しい。あの風を押すとオーダーに勝っているという。はい、はい、4番確定する。最高ランク F。 まあまあ最初ですからね。そうですね、うん、始めたばっかですからね、うんうん、さあこれでワンセクション終わりました、はい、どうですかやってみて。え、めっちゃ面白かったですなんかこう決まりきってないんですね、うん、もう選ぶものによって全然ストーリーが変わってくるし、何選ぶかで変わるらしいんですよ、うん、そうなんですね、うん、で別にあれ、あの能力とかも自分で細かく選べるので。そうですね、だから今回やってみた反省は、はい、まず、うん、クリスマス1人、はい、やっぱ早めに彼女いるっすね。
いやでもどうしたらよかったんですかね。じゃあだからやっぱコーディちゃんと、もっとコーディちゃんがいるところで練習して、練習したり、うん、でもやっぱ監督にもアピールしないといけないし、そこが難しいですね。そうなんですよ、監督、まず監督にアピールしないと試合出れないし、うん、でコーディちゃんアピールで彼女、はい、でスカウト、スカウト、チームメイトにもアピールしないとスペシャルタッグ練習ができないから、はい、だからそこの塩梅ですね。でも平均的にやるとどれも特化しないから、そうですね、平均的な選手になっちゃう、ね、うん、それでつまんないですね。え、じゃあもう彼女は完全に諦めて、いやいや、最初彼女じゃない、一回作っちゃえば、あ、別れれるのかな、あ、別れるとかあるんですかね。どうなんだろう。え、別れるとかあるのかな。早く作りすぎると、であとデートとかに行かなかったら振られるのかな、かもしれないですね。でも最初彼女作って、はい、いやでも彼女最初に作りすぎると、でもクリスマス一人だよ、クリスマス結構早かったよ、来ると、はい、早かったですね。セクション2ぐらいで来ましたもんね、うん、だからクリスマス、はい、初詣もひょっとしたら彼女いたら、そっか、でバレンタインでしょ、はい、いや早めに彼女ですね、いるのかやっぱり次は、はい、そうですね、ちょ、それを研究しながらやりましょう。そうですね、何がいいか、はい、はい、じゃあまた、今度はね、はい、ピッチャーお、まあじゃあキャッチャー作ったらピッチャー作りましょう、はい、袴田さん好みの、はい、わ、はい、かりました。え、私好みのピッチャー、はい、だからあれですよね、あの留学生来日アヤーエみたいな、アヤーエか、はかまーだ、はかまーだ、はかまーだ、アマダ選手みたいに、そうですね、ハーカマダでもいいですね、ハーカマダか、ハーカーとかかっこよくないですか、ハーカーはいいですね、ハーカーかっこいい、かっこいい、はい、エース、ハーカー、ハーカーはいいですね、なんかいい、あの決め球ハーカーっていう球種、はい、いいですね、ハーカーはいいですね、みたいな、留学生来日、はい、ハーカー作りましょう、外国人選手好きなんで、うん、はい、そうしましょう。じゃあ次回ね、はい、これちょっと今回ので研究して、はい、早めに彼女、うん、能力アップ、はい、で一流選手、エース作る、はい、行きましょう、行きましょう、はい、で甲子園も出る、出るね、はい、頼みますよ、はい、ピッチングの方がね、私多分得意だと思う、多分ですか、頑張ります、はいはい、ということで、あの次週もお楽しみに。お楽しみに。今めっちゃ速かったストレート。え、サイクボールかと思った。見逃した見逃した。